来月8日に打ち上げ予定のロシアの宇宙船ソユーズに乗り込むため、日本人宇宙飛行士古川聡さんが宇宙飛行士訓練センターで最終試験に臨みました。素晴らしいクルーの一員となれてとても誇りに思ってます。いよいよ1ヶ月を切りまして、だんだん自分の中でも盛り上がってきてます。古川さんら宇宙飛行士が宇宙ステーションでの最終試験を受けています。モスクワ郊外で12日行われた試験は、宇宙空間で起きた不測のトラブルに3人のクルーが協力して対処する内容です。合格すれば乗り組むことが最終決定します。ロシア人船長やアメリカ人クルーとともに古川さんが搭乗する予定のソユーズは来月8日に打ち上げられ、国際宇宙ステーションにおよそ5ヶ月半滞在することになっています。